さかと、さりとの、かつやと、ゆきです。はい、今回、ね、これに触れてよ、これに。スポンジボブ、じゃーん。この前の企画でね、やってるやつですよ。これ糸も取れちゃったの。これなかったんですか。古着だもんね、だって。そう、古着、乾くの。これ超可愛くない。似合ってるか似合ってないか別で、似合ってるなって思ってる人はみんな高評価の方よろしくお願いいたしますね。メイヒーカンビライク見て、メイカンビライク見て。はい、オッケーです。これ多分コメントで、達也の顔2つあるっていうの嵐が来ると思うんで、はい、ありがとうございます。オッケーです。はい、ということで、今回はご報告がございまして、ご報告？そうよ。セカンドストリート、なんと、今回から、はい、美容系 YouTuber 始めます。美容系 YouTuber 始めます。美容系 YouTuber 始めます。よろしくお願いいたします。そうなんです。私たちおねえ YouTuber でやっていますが、今回この動画から、何その通販番組みたいなのが。こういうやつとか、とかもうやっちゃう。なのでね、今回は第1回目の美容系の YouTuber。 いちごバナとか気になる方いらっしゃると思うんですけど、そうなんだよね、なかなか取れないんだよね。多分ね、ここまでやってるとね、みんなね、企業案件だと思う。いや、だから一回で企業案件だと思ってるんだけど、そうなんだ、なかなか取れないの。今回、それを解消するアイテムを、まさかの美容グッズご用意いたしました。そしてすごいコスパもまたいいという。どこでも買えますか。大体買えますね。小鼻気になる、じゃあコンビニ行こうって言って、それがもう買えちゃうわけだ。しかも、一番多分安くで買えるところで100円。気になるでしょ。今回こちらを使って肌の悩みを解決していきたいと思います。今回ご紹介する商品が、はい、こちらです。用ボンド。初めて見る。図工とか科目でとかで使ってたでしょ。見てください、こんな、見て、かわいい。サイズもちょうどいいよね。そうですね。なるほど、水性なんだね。だから肌にもね、水性をお選びくださいね、皆さん。お肌にちょっと悪い可能性があるので。なるほど、なるほど。これもじゃあどうやって使っていくんですか。こちらを顔に塗っていただきます。で、乾くまで、透明になるまで待ちます。最初白なので、はい。そしたらもう透明になってるの。あとはビラ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 って。で、逆に毛穴って大体人にもよると思うんですけど、下にこう向かってある場合が多いから、こっちからこうやって動いたら、まあ、その方がその時にこうすられるから、こうフェイスアップの効果も、はい、リフトアップの効果ね。フェイスアップ、リフトアップですね。今回僕はちょっとメイクをしちゃってるので、はい、これなんと1個だけの活用法じゃないんです。なるほど。それじゃ後々にしませんか。後々にします、はい。じゃあ達也が、じゃあまずお肌の顔のお肌の悩みを、僕は後にまた発表するやつをやっていきたいと思います。なるほど、はい、ではやっていきたいと思います。はい、これはもうこのままも乗っけていく、いいんですかね。これ出していきたいなと思います。分厚さ的には薄すぎると取れないんで、まあ1センチぐらいの分厚さでいこうかな、はい、これぐらいまず出しまして、これをじゃあ塗っていくと、はい、はい、あ、これ伸びがちょっと悪いですね。重ね塗り的な感じでいった方がいいかな。でもすごくしっとりしてます。しっとりしてます。はい、ちょっと分厚、気持ち分厚めに塗ってください。これさ、みんなガチのボンドだからね。、うん、今度さ、物消しゴムで歯をホワイトニングしてこ。いやいや、カス溜まりまくるわ。口の中カスだらけや。じゃあそれで一回手洗ってきていただいて大丈夫です。はい、了解です。はい、ゆうきの乾燥機をやっていきたいと思います。顔が動かなくなってきましたね。この間にですね、じゃあ有機も塗っていこうかな。塗っていこうかなと思いますね、はい、これは毛穴を落とすだけではございません。なんと今流行りのワックスもできるということで、脱毛ワックス、はい、これは有機の足に、足僕全然剃ってなくて、ね、すごい結構毛深いんですけど、見ての通り、ちょっとごめんなさい、走らないけど、ちょっと足上げさせていただいてます、はい、今ここをやっていきたいと思います、はい。まずはじゃあこういうふうにね、もう出せるだけブワーって出していただいて、これちょっと、ちょっと伸ばしていきますね。なんかすごいんだけど。すごいよね。でもこれマジでさ、できそうじゃない？うん、できそう。はい、これでしばし待ちます。じゃあこっからまた夕焼けのね、足も私も手伝ってあげたいなと思いますのでね。あ、でもなんかひんやりする、塗ってる場所が、うん、あ、すごい、でもめっちゃ白くない？顔硬直しすぎじゃん。で、動かないのよ、出せんの笑い方。準備行動。
い、ということで、はい、ある程度乾いてきたのでこちらを今から剥がしていきたいと思います。じゃあ達也からね言っていこう。そうね、でこれ剥がしていきたいと思います。これあれ視聴者プレゼントだね。いらねえだろ。いいですか、気持ち痛い見てよ、俺はシワができるの。この端からだよね。これなんのね痛いんだけど。あんた相当痛いよ多分それ。それ多分相当痛いよ。シワくちゃ。わかるかなこのシワくちゃ加減。なんか笑えながら変な顔になる。うわ、メシメシ言ってるピリピリ。痛いけど肌が綺麗になるって考えたらね。そうそう、あのね。そうそう。美意識もね結構ね苦労するのよ。顔の毛剃ってくればよかったな。うわーすごい。すごいよね。すごいすごい。気になるのはこの鼻のところだよねやっぱりね。はい。痛いよ。ちょっとさ綺麗に剥がした。あ、鼻のところ行きますか。行きますよ。おお、あ、でもちょっと汚れが見えた気がするよ今。ゆでさん肌汚くなったらどうしよう。最悪だね最悪だね最悪だね。美容系 YouTuber 失格すぎるでしょ。あ、トーンがワントーン明るくなった気がする。ほんとですね、うん、どうですかみんな。ほらこことさ、こっちから下の方がちょっとトーンワントーン明るくなった気がしない。ねえ、もう涙出てきた。頑張って。美は力よ。美は力って何。何もなしで美は手に入れられないの。みんなあともうちょっとだからね。まだ結構乾いてきた。ほんとだね。あんたそれ相当総合痛い。総合痛い方。うん、でもなんかワントーン軽い気がする。痛い、うん、はい、でも本当にね、ワントーン明るくなった気がするよ。本当ですか。うん、ビフォーアフターが多分出てると思うんで今、はい、比べてみていただいてどうでしょう。はい、ということで、はい、見てください、ピカピカになりました。すごい、ワントーン2トーン上がった気がしますね。こちらが達也の1枚めくれたお釜の残骸です。はい、この分の楽しい私もねなんか見せていけたらなと思いますので、こちらを視聴者の1名様にプレゼントします。誰もいらないわ。ってことですね。次は有機のやつですね。ブラジリアンワックス的なやつですよね。こういうのってやっぱ下からこういった方がいいっていうよね。いったいったこれ。これちょっと耐えないかも。自分で言ってるのか。あ、いった。ガッていった方がいいのかな。この一列だけちょっとあの剥がせばで、ガッていった方がいいと思う。いきます。あマジで痛い。うわこれ痛そう。いきます。いきますよ。じゃあ達也が321で本当にガッていくのね。はい、うまいこといくか分かんないけど。うん、3、美容系 YouTuber 始めます。2、でもこれマジでさできそうじゃない。1、美は力よ。抜けてる。残ってるけどね。痛い。まだあとこれだけあるよ。痛い。本当に出てないよね。ちょっと出てない。いきます。いやだ本当に。もう一回さらにちょうだい。3、2、1。あのゆうきさんも言ってたように、あの美はね、あのネクロをしないとね近づけないので。いきます。3、2、1。ああ一番痛い。こっちの方が痛いんだ。早く終わらせたい。ああ、ああ、こうやっていい。どうぞ。じゃあここ行くよ。じゃあみんな有機には内緒だけど、321の32引っ張るからね。いくよ。3。ここは甘いたくなかったもん。ここは甘いたくなかった。綺麗になんか脱毛できましたね。まあでも若干こう薄毛にはなったよね。はい、でも待って本当に鬼痛かった。はい、ということでですね、今回第1回目の美容系 YouTuber セカンドストリートいかがだったでしょうか。皆さんはぜひ真似しないでください。そうね、達也たちはね特殊なね、特殊なあの肌質を持っていますので元気ですが
はい、こちらの方でですね、全国のホームセンターや文房具屋さんなど、はい、文房具コーナーの方にね売っておりますので、あと先ほどの100均にも売っております。そうですね、はい、もしよかったら何かと何かをくっつけたい時とか、うん、何か壊れた時にね、よかったらこれをね使ってみてください。決して僕たちは木材ではございません。はい、ということでチャンネル登録、高評価、 YouTube のコメント、そして Twitter のフォローもよろしくお願いします。ってことで、セカンドストリートのゆきと達也でした。ありがとう。